名鉄スカーレット色の6000系電車、名鉄スカーレットは名古屋鉄道が保有する鉄道車両の車体塗色として用いられる色の通称である。スカーレットレットとも称される。マンセル値は 5.7R3.9、14.9で日本国有鉄道制定色の赤11号やジス観用色のスカーレットと比較すると明度、彩度は類似しているが色相がやや低い。 当初は1961年に導入された7000系パノラマカーの専用塗装として採用され、1970年代中盤以降に名鉄保有車両の標準塗装として一時は全車に普及名鉄イコール若い電車と印象づけるイメージカラーとなった。名鉄スカーレットは日本国内向けの鉄道車両において、 初めて本格的な全面展望席を設けた7000系パノラマカーの設計に際して考案された図書区である。考案者は名古屋市在住の洋画家である杉本健吉とされるが、元名鉄社員で鉄道研究家の清水武氏によると、杉本による7000系車体図書案は若草色と呼ばれる薄緑色であり、名鉄スカーレットは名鉄車両部より発案されたものであったとする。 若くサイロ案と名鉄スカーレット案は並行して品儀され、最終的に名鉄スカーレット案が7000系の車体塗色として本作用となり、杉本も落成した7000系の原車を見て、これはいいねと評したという。当初はスカーレットの塗料が日本国内で調達できなかったため、フランスデュポン社より塗料を輸入して7000系の車体塗装に用いた。なお、後に、 塗料は国内での生産開始に伴って国産品に切り替えられている。名鉄スカーレットは7000系及び派生形式である7500系の専用塗装であったが、1968年より SR 社と通称されるカルダン駆動車各形式が名鉄スカーレット一色塗装へ順次塗装変更され、その後導入された他形式にも順次普及した。さらに、 1975年の3880、軽導入を機に、それまでの名鉄においては、用途、車内設備の別によって、複数の車体塗装が併用されていたのを改め、名鉄スカーレットを名鉄の保有する鉄機動車両の標準塗装とする方針が策定され、1979年までに、電気機関車など一部の例外を除いて全車が、 名鉄スカーレット一色塗装で統一された。1980年代中盤以降、8800系パノラマデラックス1000系パノラマスーパーなど、車体の基調色をアイボリー系ないしホワイト系とした優等列車用各形式が導入されたが、帯色には引き続き名鉄スカーレットが用いられた。2000年代以降、一般列車用車両の車体が、 従来の普通構成から無塗装ステンレス構成に設計変更された後も、名鉄スカーレットは帯色として採用され、2009年現在、中部国際空港へのアクセス特急、ニュースカイ専用車両として、青系の特別塗装が採用された2000系を除く、全車両に広く用いられている。ありがとうございます。